セーラームーン、アナザーストーリー、聞いたことある？これセーラームーンのゲームで唯一の RPG なんだよ。キャラゲーだと思って期待してない人も多いけど。本当に良作なの？原作愛あふれる作品で、しっかりした RPG なんだ。物語はデス、バスターズ編の号を描いているんだよ。どんな敵が出てくるの？ヘル、デスティニーっていう運命を操る組織がね、これまでの敵を復活させてセーラームーンたちを苦しめるんだ。ゲームが難しそう。初回特典でレベル16から始められる裏技があるんだ。これ使えば RPG 初心者でもストーリーを楽しめるよ。へえ、それは便利だね。さらにレベル99から始められる裏技もあってね。それはもう無敵じゃない？うん、でも本来の難易度はちょうどいいんだ。戦術を工夫すれば低レベルでもクリア可能。シナリオが気になるな。ファンなら絶対に感動するよく練られた物語だよ。特に原作を知ってるともっと深く楽しめるんだ。裏技以外の特典はあるの？スペシャルカードがついてきてコレクションにもぴったり。ゲームの魅力はただの戦闘だけじゃないんだよ。どんな魅力があるの？キャラクターたちの成長や絆が深まるストーリーがあるんだ。プレイヤーを引き込む魅力的な世界観もね。ズンダモンはどのキャラが好き？うん、全員好きだけどセーラーマーズかな。炎の戦士としての情熱がとってもかっこいいんだ。私はセーラーマーキュリーが好き。賢さと優しさを兼ね備えた最高の戦士だよね。このゲームセーラームーンファンなら一度はプレイしてほしいな。新女神転生イフについて深掘りしていこう。新にの後にわずか数ヶ月で開発されたんだよ。イフというタイトルはサイドストーリーを意味しているんだ。悪魔召喚プログラムをばらまいたスティーブンのおかげで狭間っていう人物が登場するのね。そう、狭間は自分を妨げる高校を魔界へ落とすんだ。プレイヤーはその魔界で生き残るために戦うことになる。パートナーを選ぶってどういうこと？3人のパートナーから1人を選んで共に脱出を目指すんだ。ゲーム内には新1、新2とのリンクも参見されるよ。4人目のパートナーの存在が気になるわ。彼らはゲームの秘密を深める重要なキーパーソンなんだ。制作期間が短かったにもかかわらず内容は非常にリッチだよ。学園ものって珍しいよね。この学園ものの設定が後のペルソナシリーズにつながるんだ。守護霊となるガーディアンシステムはこのゲームの新しい試み。ゲームバランスや戦闘速度はどう？全てが絶妙に調整されていて難易度もちょうどいいんだ。ゲームの世界観やシステムに独特の魅力があるんだよ。ファンにとって特別な作品なのね。もちろん初めての人でも楽しめるようになっているよ。物語の深さ、キャラクターの魅力、戦闘の楽しさを体験してほしい。このゲームで特に注目すべき点は？物語の多層性と選択によって変わるストーリー展開だね。プレイヤーの選択が実際に世界に影響を与えるんだ。それは面白そう。だから何度でも遊びたくなるリプレイ性の高さがあるんだ。新女神転生イフはただの RPG じゃない、冒険の旅なんだ。ヘラクレスの栄光3、神々の沈黙の話をしよう。これはね、ファミコン初期から続くデコの RPG シリーズの3作目なんだ。ドラクエを彷彿とさせるけど、その独創性でファンを魅了してるんだよ。主人公、記憶を失ってるんだって。深い谷底の妖精の村で目覚めるんだ。自分が何者かを探す旅に出るの。タイトルのヘラクレスは、
実は初代だけが主役、この作品では脇役になっちゃってる。それはちょっと残念だね。でもね、この作品の魅力はそこじゃないんだ。主人公と仲間たちは不死身の体を持っているんだよ。不死身の体ってどういうこと？高いところから落ちても死なない。その能力を使ってダンジョンをクリアしたりするんだ。そしてその不死身の能力が物語の核心に深く関わってくるんだよ。ギリシャ神話がモチーフなんだって？そう、登場人物やイベントがギリシャ神話に基づいているから知識があるともっと楽しめるんだ。シナリオの出来がとても優秀で、特に後半の展開は予想外のことばかり起こるんだ。ゲームバランスはどうなの？きつめに設定されているけど、それがまたこのゲームの魅力を引き立てているんだ。隠れた名作と呼ばれるところは、この独自の世界観とゲームプレイにあるんだよ。じゃあ、プレイする価値はあるのね。もちろん、ファンだけじゃなく、RPG 好きなら一度は体験してみるべきだよ。自分が何者なのかを探す旅は、プレイヤー自身の冒険にもなるんだ。そして、その旅の中で遭遇する数々のイベントや謎解きが、ゲームをさらに深いものにしていくんだ。私もプレイしてみたいな。このゲームを通じて、古代ギリシャの神々と英雄の物語に触れることができるんだ。準備はいい？うん。冒険に出る準備はできてる。素晴らしいね。ヘラクレスの栄光3、神々の沈黙、で、未知の世界への扉を開こう。テイルズ・オブ・ファンタジア。テイルズシリーズの記念すべき第1弾で、根強いファンがいるんだ。主人公のクレスがダオスを倒すため、壮大な時空を超えた冒険をする。ゲームを始めたら、いきなりクライマックスからなんて斬新よね。フルボイスで繰り広げられる序盤の戦いには、本当に驚かされるよ。戦闘システムは RPG ながらもアクションゲームのようにスリリング。難易度は高めなの？敵の強さはかなりのもので、一瞬の油断が命取りになることも。特に有名なルーパーはゲーム史に残るほどの強敵だよ。ダンジョンの仕掛けは？謎解きが多くて、プレイヤーの思考力を試される場面が多いんだ。例えば、特定のアイテムを使って道を開くパズルがあるんだ。料理ってどういう役割があるの？料理は回復アイテムとしてだけでなく、冒険の楽しみを増やす要素だよ。キャラクターたちの可愛さと物語の深さが、藤島先生の絵で一層引き立つ。戦闘はどんな感じ？リアルタイムで展開される戦闘は、プレイヤーの技術も試されるよ。物語は複雑で、単純な善悪の対立に収まらない深いテーマがある。オープニングムービーは見応えがあるの？48メガの大容量を活かしたオープニングテーマとムービーは、今見ても圧巻だよ。ゲーム全体を通じて、ギリシャ神話をモチーフにした世界観が素晴らしい。他に特筆すべき点は？キャラクターたちの成長や仲間との絆が、プレイヤーを引き込むんだ。戦略的な戦闘や、謎解き要素がゲームをよりリッチにしているよ。そして、シリーズを通じて愛されるキャラクターボイスも魅力の一つ。最後に一言ある？テイルズ・オブ・ファンタジアは、冒険好きなら一度は体験すべき名作。物語の展開、キャラクターの魅力、戦闘の熱さをぜひ味わってほしい。エストポリス電気通について語ろうか。この物語は100年前の英雄たちを描いていて、マキシムの壮大な冒険が中心だよ。彼は小さな村のハンターから始まり、世界を救う旅に出るんだ。エンカウントの高さが改善されたって本当？うん。プレイヤーのストレスを減らすためにエンカウント率が調整されたんだ。操作性も向上して、前作の不満点をしっかりと改善しているよ。ダンジョンのアクション要素ってどんなのがあるの？パズルを解いたり、特定のアクションを使って進む方式で、当時としては画期的だったんだ。プレイヤーが直接謎を解き明かしていく楽しさがあるよ。古の洞窟ってどんな場所？直
挑戦するたびに変わる完全に独立したダンジョン RPG で非常に深いやり込みが可能なんだ。強力な武器やアイテムを求めて何度も挑戦するプレイヤーが後を絶たないよ。恋愛要素は物語にどう影響してるの？キャラクター間の恋愛が物語に深みを加えていて、プレイヤーの感情を強く揺さぶるんだ。心理描写が丁寧で、キャラクターたちの感情に自然と同調してしまうよ。最後の展開は驚きがあるの？物語のクライマックスは、多くのプレイヤーが予想もしない展開が待っているんだ。最後までプレイすると、その深い感動とサプライズに圧倒されるよ。ゲームプレイだけでなく、ストーリーの魅力もエストポリス電気2の大きな特徴なんだ。ダンジョンの仕掛けや戦闘システムの進化とともに、物語の深さ、キャラクターの成長がプレイヤーを引きつける。そして音楽やグラフィックも前作を上回り、その世界観にさらに没入させてくれるんだ。エストポリス電気2はただ遊ぶだけではない、物語を通じてプレイヤーに何かを伝えようとする作品なんだ。このゲームの持つ魅力、それは冒険、成長、そして友情と愛の物語を心に刻むことができる点にあるんだ。マザーにギーブの逆襲の話をしようか。前作ヒットから5年、糸井重里が監修して新たな物語が始まるんだ。今回のテキストは漢字ゼロ、アメリカンカルチャーが満載なんだよ。アメリカの曲のイントロもあるって本当？本当だよ。大ヒットソングがゲームを彩ってるんだ。舞台は都会から異国、魔境まで多彩。このゲーム、本当に独特なんだ。システムに何か新しいのはあるの？ HP の増減がドラムロール式で、ゆっくり減っていくんだ。運も大事になるよ。ガッツ。って新要素もあって、戦闘はシンボルエンカウント方式なんだ。シナリオの境界線って？各シナリオには独自のフィールドがあって、箱庭感が特徴的だったんだけど、今回はその広がりより、行動を制限する、狭さを感じる設計になってるんだ。でも、ファンは多いんでしょ？その独特の魅力がしっかりとファンを引きつけてるんだよ。木村拓哉さんが出演した CM、記憶に新しいよね、マーザー2って歌が耳に残る。キャッチフレーズってどんなの？大人も子供もお姉さんも、これがまた印象的でさ。糸井重里のシナリオと演出は本当に素晴らしくて、キャラクターたちのセリフが生き生きしてるんだ。音楽は？音楽は鈴木圭一と田中和弘が手掛けてて、シナリオとの融合が素晴らしく、感動を呼ぶんだ。このゲーム、ただの RPG じゃないんだよ。文化や音楽、ストーリーが織りなす独特の世界観がある。ゲームを通して何かメッセージがあるの？表面的な楽しさだけじゃなく、深いメッセージや糸井重里ならではのユーモアが散りばめられてるんだ。プレイヤーそれぞれが異なる感動を味わえるよう、細部にわたってこだわりが感じられる作品なんだ。そんなに深いゲームだったんだね。そうなんだよ。だからこそ、長い間多くの人に愛され続けてるんだよ。マザーに、はただのゲームを超えて、文化そのものになったと言っても過言じゃないんだ。今でもプレイする価値がある？もちろん、コンプレイしても、その独特の魅力は色褪せないよ。時代を超えて愛される作品には、それなりの理由があるからね。スーパーマリオ RPG、 あれは本当に衝撃的だったよね。まさかの任天堂とスクウェアのコラボでマリオの新境地が開かれたんだ。マリオが RPG になるなんて、当時はどんな反応だったの？まさかマリオが、とみんな興奮してたよ。新しい挑戦にワクワクしたんだ。 RPG が苦手な人でも安心の難易度設定、マリオの魅力を存分に味わえるんだ。マリオってもともと RPG じゃなかったよね？そうだよ。パズル、アクション、レースには出てたけど、 RPG は未開拓エリアだったんだ。スクウェアの開発ってどんな影響があったの？スクウェアだから
期待はもちろん大きかった。彼らの手腕でマリオがどう変わるか、みんな注目してた。ゲームのアクション性もしっかり活かされてて、RPG でもマリオらしさ全開なんだ。アクション性が活かされてるって、どういうこと？例えば、敵に連続攻撃ができるタイミング技や、スターを獲得して無敵になる瞬間などがあるんだ。ストーリーも、いつものように、クッパがピーチ姫をさらうところからスタートするんだよ。いつもの展開からどう変わるの？途中で大きな事件に発展して、過去作のパロディやオマージュが散りばめられているんだ。ファンにとっては、そういった細かい部分にも注目しながら楽しむことができるんだよ。それで、ゲームの受けはどうだったの？当時はもちろん、今でも愛され続けている名作だよ。マリオの新しい魅力を発見できる作品なんだ。任天堂とスクウェアのコラボという、まさに一大イベント。このゲームが示した可能性は、今後のゲーム業界に大きな影響を与えたんだ。今でもプレイする価値があるの？絶対にあるよ。ゲームのデザイン、ストーリー、アクション性、すべてが時代を超えて楽しめるからね。マリオの冒険が好きなら、このゲームはプレイしておくべきだよ。マリオの世界観を新しい角度から楽しめるから。しかできないプレイをしない。